天然温泉備前の湯スーパーホテル岡山駅東口に宿泊して無料朝食をいただいた後、お部屋へ戻って荷物を持ってチェックアウトをしたいと思います。今日まず向かうのは美味しいお菓子を買いに行きます。それではご覧ください。ちょっと狭いけど寝るにはいい。クジランがマスカットケーキ、マスカットクッキー、白桃クッキー、ビビンです。お一つずつ出されたです。じゃあ、クジランゴで。ありがとうございます。歯ブラシを返したら、お菓子がもらえるって書いてあったよ。ああ、そうなんやね。ああ、それでエコにしてはんねんね。すごいね、外から丸見えやね、ご飯食べて。すごい、シール飲用市って書いてあるやつも店の名前か。そうだね。へえ、台湾や。台湾料理屋さんやったよ。なんじゃかんじゃバージンジャー。なんだそれ。スロットって書いてある。パチンコ屋さんや。3人しかおれんねや。3人しかおれん。ほらほら、路面電車の線路だから。ほんとや。ね。やっぱ線路だけ見れるね。電車、あ、これ電車ちゃう。広島やったっけ？なんか走るよね。ここは走るの知らなかった。岡山のB級グルメなんかどうか知らんけど、自分でシャシャってやるおうどん屋さんとかようあるよね。岡山ってなんか何やったかな、ホルモンうどんかなんかちゃん、北の方行ったらそれ津山でしょ。そうそう、津山。あれ岡山ちゃん。岡山うどん出ました。結構だからうどん屋さん多いと思うねんけど。そうだね。こっち来て初めて知ったんよ。シャシャするうどんがこっち来たら結構多いみたいな。あ、そう。それ徳島って言うちゃん。香川行ったらあるじゃん。あるけど。セレブ。でも。うどんや、ほぼうどんやね。そうそう。堺で免許を得て。結構多いんだよね、うどん屋さん。そう。回転寿司。海斗。初めて見た。47。こうやって書いてある。一瞬淡路島の工事してる展望台かな。でっかい大仏さん囲われてる真正面。ああ、全然違う。違う、囲われてるから何度かなってちょっと勘違いしそうな。いや、あれ普通の展望台かな。なんだろう、煙吹いたの。ああ、煙突なのか。雰囲気あんなんかなと思って。でももっとインパクトあるでかいやろ。うん、すごい大きいよ。だって台の上にまだ立ってるやん。そうそうそう。もっと高いもんね。ゴミ処理場やったんかな。およそ700メートル先、目的地周辺。あれか。がとうございます。じゃあ検温とアルコール消毒でお願いいたします。節分大福、これを買いに来たんです。すごいね。エココータル？エココーテン？あ、そうなの。早いね。私ちっちゃい方がいい。今日いっぱいお菓子買いに行くから、そんなほどほどにしといて。話とこれは私が別花とはじゃない。楽しそうやね。ねえ、2月3日に来たら、しかも1時間だけよ。20分ぐらいかもしれない。ありがとう。はけるまでずっとおるんちゃうよな。マジか。すごい、ずっと見送ってる。やめて。ありがとうございます。ありがとうございますやけど、そこまで気遣ってもらった。グルメ、観光、旅を楽しむアラフォー夫婦の Vlog です。食いしん坊夫婦がいろいろなところの美味しいものを探していきます。よかったらチャンネル登録をして応援よろしくお願いします。